です、です、です。です、です、です。よっしゃー。筋トレ、筋トレやるぜ。まだ時間早いからな。チンタラマンだからよ。ごめんなさい。ただいめん、てれ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 めん。ああ。ちょっと待ってね。ちゃちゃっと、ちゃちゃっと、ちゃちゃっとやるから。腰治ったよ。おい、よくわかってんじゃん、俺腰悪かったの。どっから情報だよ。おい、どこ情報だよ、俺がぎっくり手前まで行ったのよ。やるわ。自宅の電気止まってたから今日全部払ってきたよ。いい加減せえよ。昨日放送終わってっからおめえ家帰ったら真っ赤っけだよお前。おやガスも止まってたよ。ガスよ、電気ガスよ。しょうねえべよおめえ。で風呂入ってきたよ。あれガスってよ、止められるとよ、ガス屋まで払いに行かなきゃダメなんな。朝配信で自分言ってたじゃん。じゃあまだなってねえよって言ってた。なりそうだなっつってたんだよ。うん、はい、猫飼ってくださいって言った人をブロックされてもいいんだったら謝んないとブロックだよ、マジで。家なき子のうなさん、こんばんは。ありがとうございます。やさがねえよー。おーい、ほいほい、なんだよお前らよ。ちょっと前までよ、着替えてねえとかよ言ってたのがどうしちゃったのかな。ギブっちゃったかな。もうギブですか。僕はどこで着替えてるんでしょう。どこでお風呂に入ってるんでしょう。教えてちょうだいな。違うよ、俺パクられてたからだよ。うん、パクられてたから。じゃあなきゃおめえ、ここおめえ湯沸かし器もおめえあれだしよ。まあ店のじゃねえからな、自宅の方だからな。店は絶対止めたくねえからよ、湯沸かし器はよ。こんなおめえよ、冗談じゃねえよ。冷てえ水で洗い物したくねえや。あ、俺口座じゃないから、口座引き落としにしてないから。うん、請求書払いにしてるから。そうなのよ、請求書払いちゃんだから。帰ってきてくれて。俺だって来たって言ったわけだね。
お店きれいに保ってるよね。暇だからだよ。混んでる店は汚れるんだよ。嫌みかい。混んでるお店は汚れるの。暇なお店は汚れないの。せいぜいほこりだよ。ほこりぐらいなもんだよ。使ってねえんだ。あら？よし、今日からおでんあるぞ。大根にないとな。よし。ちゃっちゃんちゃちゃんちゃちゃん。うん。ちっ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 ち。ディリンディリンディンディンディリンディンディリンディリンディンディリンディリンディン。よっしゃ。牛すじとおでん。うまくねえよ、おめえ。おいしいのを食べたかったら、香川君の店に行った方がいいよ。なんか やたらおいしいご飯を出してるそうじゃないか。ぜひ行ってあげてください。うん。ねえ。いいよ。うん。うん、出したみたいね。どう？いや、うまいうまいっつってたよ。言った人が。結構まともなもん出してるぜっつって言うから。あらまあ、そうなんだ。ようさんお帰り。食べまう。とりちゃんも、こんにちは。早くお湯沸かねえかな。じゃあな。デーコン、デーコン、デーデーコン。よし。タッパーちゃん。まあ話のネタになるからな、食ってみねえとな。俺言ったけどや、やっぱドブ料理だったよって言われたら結構俺も嬉しいかも。うん、マジで食わなきゃあかんねえだろ。食って言ってくれてありがとうちゃんだよお前。ああ、お、今日の大根は酢が入ってねえからいいな。店まで？マルさんが借り出したんだよ。うん。マルさんにとってはお前あの程度の金はヘッポコちゃんじゃねえか。まあ俺どんな店やってんのか知らねえ。うん。ちゃんと大根煮ますからね。まあ今よりまずいけどな。言うてもな。ちなみにおでんも昆布で炊いてます。はい、ビンビラビンのビン、テケテケテンのテン。パパ君の店は違うとこにあるみたいよ。うん、いや俺のリスナーがさ、北海道出身のリスナーがいてさ、利尻とか日高とかの昆布送ってくれたの。買ったら高えぜマジで。ああ、母の店バカにしてたのにね。いや何を具体的に。
エルチャチャンマンは作るときはちゃんと作るから、テルピンときはテルピンあげるから、はい、言うらしい。うん、おでん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 、ああ危ねえ、タッパが落ちた、ギリギリセーフ。ウェイ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 、よいしょ、ノリノリですな。うん、昨日一日ちょっと休憩させてもらったから今日からもうびっちりやるから。さすがによ、留置明けよ、腰歩きしちゃうよおめえ。留置場の布団はアウト、クッション性ゼロ、これ絶対やるなと思ったんだよ。ああ、おでんの他に牛すじ煮込み、うん、あとは今日は焼きそば、あと赤ウインナー炒め、あと黒にんにく、あと何があったかな、はい、吉田さん謝らない限りブロックです。なんすか懲役部分で、まずその説明から頼むわ。おい吉田この野郎、ああ、ブロックできるの、一人解除して吉田入れちゃいいじゃん、なんのことね、ただそれだけです。ゆきちが言ってた何をだよ。なんだよ、人のせいにすんなよ。お前が今コメント書いたんじゃねえかよ。だったら前もってゆきちが言ってたけど、懲役うどんってあるのって聞けよ。なあ。おい。負けてんのかよ、お前。クソがよ。言い訳いらねえんだよ、この野郎。おい、別赤作ったら終わりじゃねえか、またそいつも入れりゃいいだけの話で、何のことはね、俺はワンクリックで終了ですから。はい、懲役焼きそば美味しいの知らねえ、懲役言ってくれば、懲役で焼きそばなんか出たことねえな、少なくとも俺の4年半の経験値では。うん、ないです、ごめんね、ないんだな、どっから懲役って出たのか。もうゆきちもさ、自分のさリスナー増やすためだけに俺んとこ来んだったら来なくていいよ、うん、マジでめんどくせえんだよ、誰々が言ってたとかよ。俺ゆきちは別に嫌いじゃねえけどさ、そういうさやからみてえな、そのわけのわかんないこと言うやつが出てくるようじゃ俺も困るからさ、相手にするのめんどくせえんだ。あ、うん、ブロック上限に引っかかって、それでも佐野が見たいんじゃねえの、うん、ワンクリックでブロック解除して嫌なことだ、寝言は寝たから言ってくれ。いや面会に来てくれたんでしょって、そりゃそうだよ、そりゃ俺に面会に行ったらネタになんじゃねえかよ、お前ら分かってねえな。自分の枠で俺面会行ってきたぜって一言も言わなかったら別だよ、言ってんじゃん。だから自分の配信ネタに使うんだったらいいよ、俺はその代わりゆきちゃんが俺の枠で、あ、俺の店でな、放送するときは俺枠開けねえでいるんだからよ、こっちに別にリスナー行きゃいいんだから。
な、だろ、違いますか。あ、じゃあいいですよ、別に俺が枠なんか当てなくたっていいの。まあ店やってるからやってねえから、確認だけだから。よし、大根グツグツ。これね、ダメなんだよ。大根はね、70度以上で煮ると大根の中に入っている成分が全部飛んじゃう。70度、大根70度。早く煮立てようと思ってやると大きなミスをしてしまうぜ。罰金移したの反省してたよ。あ？あんなの故意にやってんじゃねえかよ。考えたらよ、スライムよ、ダメだでって言ったんだから俺。故意だろ。偶然じゃねえだろうよ。一線超えちゃったって言ってよった。あ、これからも超えるかもしれないからちょっと俺も考える。な、一時が何時だからよ。出る悪気はないよ。あ、悪気はないっていうか俺嫌いじゃないよ。うん、ただ俺はダメだでっていうことはそれだけぐらい分かってよっていう話。うん、これね、被害届別に罰金の金額ぐらいよくね、移さないでって言ったものを移したってことが俺は重要なの。金額の問題じゃなくて。わかるかな。わかる。ここは隠しといてねって俺折って渡してんだから。それ以外はゆきちゃんの放送でネタなんだったらいいよって。そういうことだよ。罰金の金額だからいいとか悪いところの話じゃねえんだよ。そういうことです。俺の試験的にはだから。それで、ああ手が滑ったじゃねえんだから、移そうと思って移してんだから。売りなわけねえだろ、これ。売りするぐらいだったら自分で罰金言ってるわ。何がよう嘘つきだよ。具体的に何が嘘つきなのか教えてくださいよ。俺も勉強させてもらうからや。おい、ティティティリティティ、牛すじにちゃおう、牛すじにちゃおう、頑張るねくちゃ、テテテテテテン。いや、生きってないよ。普通に喋ってんじゃん。おっちゃんはもう52歳にもなるから、静かに生きていきますよ。うん。よろしく。よろしく。
優しくしてね。うん。なんでよ今。用事ない。今日余裕だな。ぶっちゃけ。ぶっちゃけって余裕だな。大根ちゃんちゃんはもう普通に煮えるからね。ほっといても。このカメラアングルいいね。あ、これだとお客さん入ってきても分かんねえべ。まあ、まだ入ってこないと思うけど、普通に考えて。また飯やりだしたのか。飯屋はやってないです。おでんはお前の飯なんだ。へえ。おでんで 白飯食ってろよ、タコスケが。お前はおでんが飯のおかずなんだ。俺はそういうやつは付き合いたくねえな。ごめんね。マスク？お客さんいないから関係ないんで。はい、ごめんね。ごめんね、ごめんね。揚げ足取られねえようにコメント打てよ。お前らそれが商売だろうがよ。あ？一銭にもならねえ商売やりやがってよ。クソどもがよ。パータがよ。ね？お前らそれが商売なんだ。仕事だろ？なあ、俺がワクワクやすぐすっ飛んできやがってよ。まぬけだろ、こいつら。いや、いいよ、聞いてねえから。おめえが稼いでる金額とか何しゃしゃってんの。何生きって出てきちゃったのよ。あ、うねえだ、聞いてねえから。おめえより稼いでるわ。ひえおい、ひえおい。今仕込み中だからね。いつもこれが終わってっから俺大体放送やるんだよ。今日はまあ昨日やんなかったからね、今日はやっとこうかな、早めにね。黒ニンニク売ってたから買ってきたけど、高えなこれな、やっぱり。何がいいのか分かんないけどよ、こないだ俺はリスナーが黒ニンニクがどの頃言ってたやん。お、発見と思ってよ、買ってきたよ。スライムいいよ、俺の店に来たことないんだから。いくらもクソもねえんだよ。もうコメント読んでもらいたいだけの構ってじゃいいから。ああ。サングラスしながら調理とか。あ、ごめんなさい、このサングラス下から半分はクリアなんです。はい。ああ、いいだろ春日、先行きは見通せねえけど手元は見えてんだよ。俺の人生みてえだな。くー、油、どこに油があるのかな。君の目には油が見えてるんだ。うち揚げ物しないから油ないよ。くー、
いくらで売ってたかってこと？さあ、領収書見りゃ分かんじゃねえの。違う違う、そうじゃない。一杯飲んじゃおうかな、おしゃっけ。トゥルテテテルテテテン、テ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 ルテテルテテン、テテテテテテテン、ホタテのロックンロール。言いたいこと言うぜ、やりたいことやるぜ。なんでこんなに機嫌がいいの？機嫌悪くやったってしょうがねえじゃん。ねえ。それがホタテの、それがホタテの、ホタテのロックンロール。どうやん。大丈夫大丈夫、お客さん入ってからはコメント読まなくなるから、うん、それまでサービスだから。サービスだよ。 Are you ready? サービスだ。 You know? You know, you know, you know, you know. 何を言うの。すぐ不適されるぞ。あ、不適されたら枠切っちゃうもん。今日のメニューはおでんだけですか？今おでんの、おでんにね、昆布でね、出し取ってるとこです。はい、よろしく。ローソンのおでんですけどね。はい、よろしく。よろしくね。そうだね。ローソンごめんじ。よし、一杯飲むか。今日は家でコーヒーしか飲んでなかったかな。もうちょいあげるかな。よし、ことことやってな。おいしい酒飲むぜ。酒飲んじゃうぜ。二階堂レレ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 。あ、大猫さん、マッキン、二階堂の焼酎差し入れありがとうございます。ありがとうございます。ブラッといらっしゃい。あざっす。警備しようぜ。あざっす。あんたたち行くわよ。いいわね、警備。メンターもいらっしゃい。トゥルトゥ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 ン、てててててて。ありがとうございます。もうちょっとこれカメラ、ここでカメラ落としたら完全に俺青木モード、おでんにドボンだ、おでんにドボンだからよ。
もうちょっと話すわ。三脚。おい。配線がギリってんじゃねえかよ。なんだよ。おい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 。ベイ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 。まあ、こんなもんだろうな。そうだよ、おでんと思わせたらおでんもダメだしよ、カメラもダメだしよ、放送なしよ。利尻と日高の今日はミックスだから、うん、あざーす。リスナーさん、ありがとちゃん、いろいろありがとちゃん。あ、そういうこと。シュッ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 、よし。配信なかったから寂しかった。年寄りに立ってしまうのやめや。ああ、この場合でもいいや、まだ店やってねえから。イケボ不足でした。田村いらっしゃい。おはよう、トラウトも。じいさん、こんなじいさんのお前声聞いたらしょうがないんだよな。あいやいや、こらせの。いい。今日の大根は意外と早めに芯が通りそうだな。うん。で、触ったテーブルアルコールで消毒しろよ。大丈夫です。厨房の中で手いっぱい洗ってますから。はい。出生麺、うん、もうなんか来週から寒くなるっつってんで。ああ、なあ、来週から冷えるって。うん、今日はそうでもねえけどな。うん、日が照ってるあったかい。でもまあさすがに夜はダメだな。ああ、だから俺今日はあのなんだろう、フライトジャケットみたいな MA1 みたいなやつ着てきたよ。うん、よく寝れるし、いいよ寝とき、眠いときは。うん、そう、来週寒波が来るみてよ。でもよ、ダリルよ、寒波も来てこねえと、来てもらわねえと、スキー場とかあの辺も困るだぜ。まあ、今年はスキー場どうかな。ほぼ、壊滅状態じゃねえか、北海道なんかは。ニセコ。あの辺は。おそらくな。あ、文句とか着ないよ。あんなあったかくねえから。北海道マイナス8度、日中の気温がってこと？ってことは深夜はもう15度ぐらいになるんだよ。うん。タバスコいらっしゃい。バワ。バワバワバワン。あ、小松の親分さん。小松の親分さん。じゃあ、シロちゃんと小松ちゃんはもう、見れねえな。スズメがサンバ飛ばってたわな。チュッチュンガチュンは。ああ。電線にスズメがサンバ止まってた。それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、よい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 よ、とっとっと。あ、小松の親分さん。
小松の親分さん、しらけ通り飛んでゆく南の空へ、みじめみじめ。今よ、スズメはよもうほぼない。なんでかっていうと、中国がスズメの養殖をやってたんだよ。5年ぐらい前まではやってたのかな。それを日本が輸入して、あのスズメ焼いたのを出してたとこあるんだけども、中国も養殖やめて今入ってこない。で、日本でスズメ取ったらいけないんだよ、あれ。うん、スズメはね、取ったら捕まるよ。うん、そうだよ、中国産だよ、スズメちゃんは。言っときな、あのどこだっけ、あのあそこで焼いたの売ってたろ、あの神社だかどっかで、うずらとスズメで。もうスズメないだろ、あれ入ってこなかったんだよ、中国から。つぐみを食べたことありますか。つぐみは何だか分かんない。MCAT って何歌ってたっけな、分かんねえ。パッパラッパーだね。お、今日の大根結構渋いかもしれねえ。これはいいね、このぐらいでやってくれる方が。ボンバヘッ、あボンバヘッ、大衆酒場毎日日迷う、ボンバヘッボンバヘッ、大衆酒場腹壊すぜ。最後に味だけ決めちゃおうぜ。防火室扉開いてるよ。うん、なんで、何にビビるのかな。この湯気は食器洗ったんですか。違います。はい、
ああ。さあ、おでんでんででんでん。おでん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 。違法でしょ？シャープ。スズメ取ったら捕まるで。うん。保護庁になってるから。指定されてんべや、スズメは。うん。てて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 。あっつ。ずっとこれやけどすんの。よし。あ、ハトダメだろ。うん。いや、高級品じゃないんだけど、要するに市場原理の。おっと来た。あなた働かないナムル。ちゃ、決まった。あだす。やっこいらっしゃい。もう、お、5時16分。ってことは、おでんが間に合わねえかな、これ。まあ、いっか。ね。お、でも大根煮えてきた。こっから加速するんだよね、大根ちゃんは。じゃ。よいしょ。はい、昆布ちゃん。今日昆布らしい声入れてきたわ。はい。とぎ汁でしょ。いや、俺はそんなことはしなくていいと思ってるけどね。米のとぎ汁だろじゃなかったっけ、じゃなかったっけ。